私はですね、これまたぜひ局長、今日の、質疑を受けてというかですね、ぜひこれ考えていただきたいのは、もういろんな報道がありますが、築地はですね、素晴らしい市場だと思いますよ、素晴らしい市場だと思いますが、昨年の11月に移転する前提で来てたんですね。だからもう正直私も現地行きましたけど、限界だと思います。だからよくつぶさにその東京都の、特に築地市場の現状、あるいは豊洲市場で維持費がかかっ日々、他の道府県であれば耐えられないようなコストが日々かかっているという現実をですね、よく吟味検討をいただいて、本当にその51条の勧告の対象になり得ないのか、もちろんなり得る前提、今日のところは局長は基本的にはまだそうだとは認識してないということでありますが、私はまず結果はともかくとして検討はすべきだとこう思いますね。局長、これね、判断はいいと思うんですよ。判断はまだこの51条の勧告、できる規定ですからするには至らないという判断はあっていいと思いますが、これ現在の、築地市場の現状、これについてですね、この51条の勧告をについて検討はしていただいた方がいいんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。井上食料産業局長。現状におきましては築地市場につきましても、先ほど申し上げましたように適正かつ健全な運営が確保されていないとは言い難い状況と考えてございますけれども、築地市場、豊洲市場ともに引き続きその状況につきましては注視をしてまいりたいと考えております。足立君。ちなみにですね、もし、うるせえな、本当突然やじるなよねえ、ゆっくりさ、矢印にしてもちょっと前振りを入れようよ、ちょっと。ちなみにこの催促とかありますか。すなわちどういう場合に勧告するに対象になるか、この法律以下の規定はありますか。井上食料産業局長。さまざまなケースというのがありますので、法律の下に政令省令等で規定をしたものはございません。足立君。この法律の条文に基づいていろんな検討がなされるということですが、今民進党の変な委員がですね、変なことを言っている委員がですね、人物について変だというとなんか懲罰動議が出ますので、変なやじを飛ばした委員と申し上げますが、大体民進党ひどい党ですよね。大体この間ね、驚きました。重要公判でね、重要公判ですよね、重要公判の本会議の15分の質問でね、12分が森友学園ですよね、ひどいですよね。それもね、その重要公判って何か知ってます。アクサですよ。アクサって分かります。私外務委員もやってますから。日米同盟のこれだけ北朝鮮の弾道ミサイルが緊迫している状況においてね、日米同盟の基盤を支える日米日英日豪アクサの重要公判、総理が座ってるんですよ。そのところで15分の質問時間の12分をですね、森友問題を使ったんですよ、民進党は。その民進党の本当ひどい話だな。今日質問させていただいているのはまさにね、まさに日本の農業の競争力に関する話なんですよ。今日私がしている質問と法案の関係がわからないなんていうのは本当にあれですよね。本当によく農水委員をやってるなと国民の皆様に言われても仕方ないような委員ですよ、本当に。いいや、あと 2,3 分ですから、最後ね、その民進党本当ひどい政権でしたよね。平成22年の第174国会2月25日予算委員会第6分科会、赤松国務大臣がね、ひどい答弁してます。これね、また時間取って民主党政権がいかにひどい行政をしていたかを改めて追及することをお誓い申し上げて終わります。ありがとうございます。